中央部に可動式放水塔が見える。流土水とは江戸時代から明治時代にかけて用いられた消火道具である。名称は竜が水を吐くように見えたことからとされる。これを改良したものを雲流水と呼ぶ。18世紀中頃の明和元年に江戸幕府より町々に給付されたポンプ式放水具であり、火事、火災の際、屋根の上に水をかけ、 炎症防止をする程度の消化能力しか持たなかったと、される。自身番屋に常備された。木製であり、外観形式としては箱型であり、カゴにも似た江戸時代の消火器である。江戸東京博物館には、明治15年製の流土水が所蔵されている。昭和時代に用いられた、筒状の手押し放水具も流土水と呼称している。博物館も見られる。 アメリカのセーラムピーボディ博物館が所蔵するモースコレクションの中にも流土水が保管されており、水槽部の高さは53.3センチ。モースの日記によれば、1877年7月15日上、東京において火事があったため、急いで見に行った時、使用されている風景を見たことが記述されており、日記には流土水による消火活動の様子がえとして描かれている。 日本の諸文化に対し、高評価を与え、時間をかけて、理解を深めようとする態度がたびたび日記に書かれている。モースだが、引消しに関しては、辛口な記述が残されている。まず、最も馬鹿げた、稚拙な道具で始まり、放水の太さは、鉛筆程度で我が国の手動ポンプに置けるような空気等がないので、少しずつ細切れに、シュッシュと出るだけと記し、さらに、 何週間も火に当たっていたためか、乾燥し、ひび割れた隙間から空中に噴出する羽目になっていたと、数々の欠陥について記し、数台のうち、まともに最後まで機能したのは1、2台程度、誰かが押さえていないとひどく揺れること、漏れ出すために火消しがずぶ濡れになってしまっているなど、散々な評価を与えており、火消しの勇敢さは我が国の消防士にも劣らないが、 それ以外は我が国の青年でもできる程度だと書き残している。作中、注水がしばしば断絶する欠陥がある、筒先が自由に動かないと指摘した上で、田中久志枝が改良して、雲流水という新式の消火器を効果4年に考案。放水距離についても少なくとも5件以上となり、国内消火器の発展に大きく貢献したとしている。明治4年に、 イギリスより輸入された消化ポンプは、性能面では、運流水とさほど変わらなかったとされる。戸場・伏見の戦いにおいて、火消しに使用されたことが紹介されているが、流土水とは語られず、新式のポンプかと紹介され、誤解が見られる。ありがとうございます。